ねえ、ナホちゃん、さやかちゃんたらひどいわね。あなたの気持ちを無下にする子なんて放っておいて、私とデートしましょう、ナホちゃん。私、それ食べないと。ついちゃったのね。本当だ。ナホちゃん大丈夫？大丈夫。同情するのも仕方ないのかも。こっちのエクレアも美味しい。さやかはもういいの？私もお腹いっぱい。っていうか、こんなに食べたっけ。せいか、見ていて気持ちのいい食べっぷりだったよ。間違いなく体重が増えるでしょうね。楽しみだわ。お腹のぷよぷよ、ぜひ触らせてちょうだいね。私は触られるより触りたい派ですから。
そうだったの、さやか。それじゃ今までは遠慮してたんだね。いいんだよ、俺をもっと触って撫でて抱きしめてくれたって。今そんな話はしてないでしょ。なほちゃん、それ以上食べないで。太るの反対。そんなこと言われても、食べたくて仕方がないのだもの。なほたんが太っちゃうなんてやだ。それは私も困るけど。さやかが望むなら、俺があの礼を払おうか。でも、払うのはやっぱりかわいそう。他に方法はないの？憑依を剥がすこともできるけど、あの霊を放っておけばまた別の誰かに取り付くだろうね。さやかちゃんがなほちゃん以外はどうなってもいいというのであれば、それでもいいんじゃないかしら。それも困ります。どうしたらいいの？成仏してもらえばいいんじゃない？霊が満足するまでスイーツを食べ続けてもらうの？でもそれって今の状況と何ら変わりないわよね。さやかとさえのきさんでだいぶ食べてるけど、まだ満足はしていないみたいだしね。どれだけの量を食べたらあの子が満足するのか想像できないわ。じゃなくて、あの子が食べられなかったのって美味しくて有名なスイーツだったんです。だから生前あの子が食べたことがないくらい美味しいスイーツを味わえれば成仏するんじゃないかなって。ああ、なるほど。近くに美味しいって評判のスイーツ屋さんなかったっけ？この近所のスイーツならほとんど俺が買ってきたよ。さやかへの愛ゆえにね。それでも成仏しないんだから、もっと美味しいものじゃないとダメってことなんだろうな。なほたん、どこかいいお店知ってる？猫カフェなら、それはまた今度、二人でデートするときに行こうね。ねえなほちゃん、それならやっぱり私とデートしましょう。
フェホルタース。予約待ちの列が駅前を埋め尽くしたっていうあの、しかもこれ今日の予約じゃないですか。愛子さん、どうしたんですかこれ。お客様になり損ねた方から取り上げたのよ。頼まれていた情報を渡したら1円も払わずに連絡がつかなくなった方がいてね。そんなのってあんまりでしょ。だから滞納した分の利子も含めて貯金その他お金になりそうなものは片っ端から回収させてもらったの。このチケットもその中の一つってこと。売りさばこうにも今日しか使えないチケットだし、それならたまには親しい人たちと美味しいものを食べたいわ。親しい人たち。なほちゃんはもちろんだけど、さやかちゃんとはるゆきくんもご招待したいわ。どうかしら。これを機に親睦を深めたいところね。だってなほちゃん、行ってみようよ。さやかが行くなら俺も行くよ。どこまでもついていくよ。だから安心してね、さやか。あんたはお呼びじゃないってば。何を企んでいるの。何も企んでなんていないわ。たまには霊具ではなく人間のおしゃべりに付き合ってお茶を楽しみたいと思っただけよ。そう。ええ、それにね、なほちゃん、私たち親友ですものね。放課後にお茶をするくらいいいでしょ。親友
ナホちゃんたら口元に生クリームがついているわよ。甘さ控えめで美味しいわね。何するのよ。メロハーな光景でごちそうさまでした。でもダメ、アイコさん、ナホタンにこれ以上手を出さないで。さやか、変わらず仲良しなのね。焼けちゃうわ。甘いものが食べたい。励む方がいいのかな。それじゃあ運動用にジャージを買いに行かなくっちゃね。どんなのがいいかな。やっぱりお揃いが。勝手におかしな話を進めるのはやめて。あなたたちっていつ見てもおかしいのね。見ていて飽きないわ。